はい、どうも皆様、イランカラフテダラダラプレイヤーのおじさんでございます。今回はおっさん放送局と題しまして、昔やってたこのね、画面は大して動かないんですけど、僕が永遠とくっちゃべるだけっていうラジオ風の何かっていう、そんな感じなので、お付き合いいただける方は何かの片手間とか何かのついでとかにダラーとお付き合いいただければ嬉しいなと思いますね。そのもいらんっていう方は、いつも通りこっそりブラウザバックで、お願いいたしたいなと思う所存でございます。はい、で今回私事なんでございますが、つい数日前ですかね、チャンネル登録っていうボタンをポチッと押していただいた方々が3000名様を突破いたしました。本当にありがとうございます。こんなわけのわかんない動画しかやらない、わけのわかんないおっさんのわけのわかんないこのクソ動画ばっかりなんですけど、それでもこう3000名の方々が登録していただいたっていうことに本当にありがたく思います。はい、なんかね、前回2000人になったのが多分去年の7月ちょっと過ぎぐらいだと思うんですけど、はい、それから1年経たないで、3000人を迎えることができました。ここには多分限界だとは思うんですけど、僕の中では多分次4000人とかになるっていうのは何年後とかになるんじゃないですかね。多分もうそろそろもう限界なんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、はい、そんな感じでございます。で今回は今までに500名様、1000名様、2000名様っていうのをこうやってきたんですけど、今回初めて筋肉さんです。はい、今までメインキャラ出してた1000人の時が筋肉さんと見せかけて、あれ実はメインキャラが幻想薬を使ってハイランダー男性になってたっていう、多分その時だったと思うんですよね。多分ですけど、はい、なので今回は普通の筋肉さん、筋肉さんの珍しく普通の格好させてます。スプリングなんとかっていう、これ肩のところにこのね、フリーカンパニーのマークを入れて、このスプリングなんとかってようやく取れたんで、靴とズボンと新品です。これ新品、ただ島村とかに売ってる感じかな、わかんないですけど、なんかねこれ女性だとねホットパンツみたいな感じになるんですけど、なんかどうも男性のこれなんだろう。いや俺気になる、このここだけ色が違うのはこういうおしゃれなのかな。ほらこのうち、いやなんかわかんない、面白いんだよなこれ。こういうファッションなのかな、これやっぱおしゃれなんでしょうねきっとね。これ染色したらどうなるのこれ、染色したらどうなるのこれって。あ、白だとわかんないね。あ、黒もわかんない。黒だとわかんない。なんでノーマルだとわかるんだろう。これね、ここだけノーマルだとほら、色がちょっと違うんだよね。あ、染色しちゃうと、普通ですね。あー、なるほど。なんでノーマルだとこれ、なんかおねしょしちゃいましたみたいなね、なんかそう見えちゃうんだけど、ここだけ色が違うからさ、ほら内側だけ色がちょっと違う。これ俺のビデオカードのせい？そんなことないですよね。ほらおねしょしちゃいましたみたいな色がそこだけ違う。へえ、面白いですねこういう、感じなんですけども、3000名様本当にありがとうございますっていう形でございます。それと、一緒になんですけど、毎度毎度コメントをいろいろいただく方本当にありがとうございます。でコメント欄たまにまだ聞かれるんですけど、僕の動画のコメントってコメントが入ったとしても一切表示されないようになってます。ただ僕の元には届いているので、もしなんかコメントありましたらぜひぜひ入れていただければと思います。僕の方には届いてます。 99% 僕全部見てるので、全部なんか日本語が変だ、コメントの 99% は僕ちゃんと見てるので、はい、ご安心ください。たまにコメントしてくれた人がそのコメントを僕が見る前に削除しちゃったりすると、見れないこともあるんですけど、だから通知が来てるんだけどコメント見に行ったらあれないなっていうことが稀にあったりします。それ以外は目を通してるので、はい、ちょっとなんか不思議すぎるコメントとかね、全然別な人の誹謗中傷とか、基本的にないんですけど、たまにちょっとよくわからないコメントに関しては1秒で削除しますけど、いわゆるね、アンチを通り越したようなやつね、そういうのははい、コメントいただいても1秒で僕消すんでそこだけご了承いただければと思います。でコメントにちょっと関してなんですけど、今回3000人記念っていうわけじゃないんですけど、初めてちょっと質問コーナーみたいなことをやろうかなと思ってます。
こう相当前にあの質問コーナーやらないんですかっていうのがいただいてたみたいなこと、本当に相当前、本当2年とか前かもしれないんですけど、そういうのいただいてて、いやそれやっても多分ね、そんな質問なんてないだろうからいつかやると思いますみたいなことを言ったような気もしなくもないんですけど、あの今回は質問コーナーやってみようかなっていう形でございます。まあコメントもちょこちょこいただけるようになってきたので、まあちょうどいい機会なのかなっていう。ただ僕がちょっとね本当に時間がないんですよバタバタしててなかなか時間が取れないので、あのいつになるかっていうのは分かんないんですけど、できれば5月中にはちょっとやりたいかなって思ってます。もしかしたら6月入っちゃうかもしれないんですけど、はい。なのであのぜひこの動画のコメントに何か聞きたいこととかそういうのがありましたら、お気軽にコメント欄の方に書いていただければと思います。もしコメント欄がなんかどうもやり方わかんないとかそういう場合は、アンケートフォームの方に質問コーナーみたいな題名とかなんかそういうので書いていただければと思います。一応まあ1週間2週間ぐらいをめどに、今日が5月12日にこれ撮ってるんで、カレンダーがね、カレンダーこれ4月ですね。4月のまま俺変えてないんだな。黒猫大和さんにねもらったカレンダーがこれ使いやすい。これがちょっと5月に変えて、今日が12日の土曜日なんで、まあだいたい19日とか26日ね、それでまあ26日までだと2週間なんで、まあだいたいまあ1週間も2週間もね、あんまりそんな後半は増えないと思うんで、まあ26日が一応最終っていうことで、まあ2回やってもいいですね別にね。まあなのでもし質問等あればぜひぜひ書いてみてください。ただ僕ダラダラプレイヤーで、まあ、こんなライト層、スーパーライト層なので、ね、昔あったな、なんかタバコの銘柄みたいですね、スーパーライトっていう。もうライト勢とかいるじゃないですか、よくね。ライト層、ミッドコア層、で、コア層みたいな。僕は大体それで分けるんですけど、僕そのライト層のさらに下っすね。スーパーライトって感じですね。もう本当に。ライト層とかじゃない、スーパーライトですから。ちょっとね、これだけなんか発音いいって言われる。これでも一応昔 ECC ジュニア、はい、僕スーパーライト勢なので、あれなんですよ。まあ、ちょっとガチ寄りな質問は多分答えられないと思うんで、ただそれを見越してあえてっていうのでも別にいいです。例えばね、ライト勢だからそのね、スキル回しとか聞かれても多分わかんないけど、わかんないだろうけど、いや、このおじさんならなんかうまいことやるんじゃねえかみたいなね。そういうので、例えば戦士のスキル回しをガチで教えてくださいとかっていう質問がもし来たとしたら、例えばですよ。選手のスキル回しは例えばヘビースイング、スカルサンダー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 とかね、そういう答え方は多分すると思うので、誰が聞いてもいやそれ違うでしょみたいな、なんかそういうなんかネタっぽく多分やるとは思うので、まあ、ガチ寄りなちょっとね質問は多分そんな風になっちゃうと思うんですけど、まあもうそれでも全然大丈夫です。言っていただければ何らかの形でお答えしようと思いますんで、で逆に無理難題でも別にいいです。無理難題でもいいです。これ絶対やらないでしょ、この人っていうのでも構いません。無理ですとか、ちょっと嫌ですとか、そういうので、まあ、お答えは絶対するんで、なんか答えてるってうちに入るのか分かんないですけどね。例えば、ユッキョウゼさんが働いている会社の正式名称をフルで教えてくださいとか、無理ですって、それでまあね、そういうのとかね。あとはもうユッキョウゼさん、顔出ししながらゲーム実況してくださいとかね。無理ですとかね、まあ、そういう感じですよ。そういう感じ、そういうのとかね、まあ、全然だからとにかく基本的に何でもいいです。ただ誹謗中傷まがいな愚痴だけはやめてください。これはだけはやめてください。もう僕も答えられないんで、結構ねごくごく稀にダメっていうわけじゃないんですけど、コメントとかいただくんですよ。例えば某レイドに行ってこんなヒーラーがいましたとか、こんなタンクがいましたとか、どう思いますみたいなのとか、気持ちはすごくわかるんですけど、僕答えようがないので、僕そもそもレイドが嫌いで行かないのではい、ちょっと答えようがないというかね、まあいろいろ、まあ大変だなとは思うんですけど、まあそれも含めて、まあ、MMO なのかなっていうふうにもう思ってはいるんですけども、あまりにもね、なんかこう人間性ぶっ飛んだような人がいたっていうんだったらね、それはまあもうレイドもクソも関係ないっていうかさ、あれですけどね、まあたまにいますよね、ちょっと、っていう人とかね、たまにいるんですけど、まあまあまあ、
まあ、あまりその、そういう、なんだろう、否定的なのじゃなければ、基本的に何でもいいので、ぜひぜひ質問とかございましたら、言っていただければなと思います。もしも仮に質問コーナー、ね、その質問的なのがゼロ件だった場合は、なかったことに、なかったことにするので、あれ、なんかこいつ質問コーナーやるっつってやんねえな、みたいなね、その動画出てないよな、みたいな感じになったら、まあ、ね、ゼロ件だったらもうスラバックれるんで僕。なんかやるって言いましたっけねみたいな。そういうね、もうそういう風になったら、なかったんだなと思っていただければ。で、逆にもし本当に、まあ僕せいぜいね、来ても5件10件のもんだと思うんですけど、もし本当に50件とか100件とか来ちゃったら、絶対来ないですけどね。絶対来ないですけど、そういう場合は、全部はちょっと無理になってしまうかもしれないので、いくつかだけとか。まあ、そんな感じでやろうかなと思ってますので、まあ、ぜひぜひお気軽に、書いてみてください。ほんで、一応今回、つい最近も、僕の名前の由来をちょっと聞かれたので、まあ、せっかくの機会なんで、ちょっとそれだけ喋ろうかなと思うんですけど、僕 YouTube もそうなんですけど、この筋肉さんの名前、こいつ、ユッケ・ブラウンバッハっていう名前でやってるんですよ。YouTube も実はユッケ・ブラウンバッハって名前なんですけど、いつもね、ダラダラプレイヤーの大おじさんですとかってわけわかんないことやってるんで、まあ、ただ僕ね、そういうのやってますけど、僕のハンドルネーム、おじさんではないので、はい。ユッケ・ブラウンバッハっていう、実はこれが正式名称だったっていう、動画でほとんど言ってないんですよ。なんか普通だったらさ、なんかこう、なんていうのか、僕の中ですよ。僕の中で勝手に追うゲーム実況者の方って、例えばこう、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ユッケブラウンバッハですみたいなさ、なんかいいじゃん、そういうのって。なんかね、流れ的に、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ユッケブラウンバッハですみたいな、なんかこう、なんだけど、真面目すぎてなんか俺合わないかなと思って、どうせやったらなんかこう、ダラダラプレイヤーの大おじさんですとかわけわかんないことした方が、ね、それはそれでプってなるかなって、ならないか。いやでもね、あのオープニング好きだっていう方いるんですよ。パカってドアが開いたと思ったら、ダラダラプレイヤーのおじさんですって言ってなんかわけわかんないことやるっていう。で、コメントでもこの前もいただいてたんです。あれが面白いっていう。あれの総集編みたいなの作れませんかっていうコメントも結構前にあったんですけど、あれね、データがほぼ残ってないんですよ。データがほぼ残ってないので、もしかしたらまあ書き出したデータ、要は YouTube にアップロードする直前のデータっていうのは結構半年分ぐらいは、ハードディスクの中にぶち込んで保存はしてあるので、それをこう切り貼りするっていうのは全然できるんですけど、ただのてーてれてれてれてーてれてれてれってあの音楽も入っちゃってるんで、強制的にそれぶった切るとなんかすごいことになりそうだなっていう気はするんで、まあちょっと時間あったら、もしかしたらそのダラダラプレイヤーのおじさんです集みたいな、どうなんだろう。でもそれもまあもしかしたら、某 YouTuber さんのね、その一番最初の挨拶連打みたいなのがあったんですよ。その某 YouTuber、 名前はちょっと許可取ってないんで言わないんですけど、あれは笑った。すげえ面白かった。なんかこう何年間分のやつね。だすごいですよね、そういう YouTuber さんってちゃんとそういうの取ってあるんですよね。僕まだ YouTube、 僕 YouTuber ですって僕言えないレベルなんで、違うって言うときますけど、もうデータはもう、結構消します。僕結構消しちゃうんで、ハードディスクが今2テラと1テラ、1テラかな、くっついてるんですけど、だから合計4テラぐらい、こう、その動画用に撮ってる、何なんていうの、動画用に4テラぐらいの分がこうあるんですけど、大体満杯ですから、これ。大体満杯。最低でも1テラは開けとこうと思って、古いものとか消していくんですけど、結構そんなもんじゃないですかね、多分。少ない方じゃないかな、俺、もしかしたら。結構パンパン。容量結構食うのでっていうね感じなんですけども、まあそんな感じで、まあね、まとめるとあれですよ。あ、ちょっと待って、名前の由来言うっつってんのに何言ってんの俺。名前の由来、まあとにかくユッケブラウンバッハっていう名前なんですけど、まあ、この名前の由来がすごく気になるっていうコメントがつい最近も来てて、これね、前言ったかもしれないんですけど、実はこう名前の由来というか、FF14 を僕がプレイする前、要はだから新生ファイナルファンタジー14が発売前の話なんですけど、まだ Q14 が多分サービスやってた時期だとは思うんですよ。サービスやってたのかな、まあ大体そのぐらいの時期だと思っていただければいいんですけど、僕全く別のゲームをやってて、そこのゲームのフレンドさんで、まあ
時たまこう遊ばせていただく方がいたんですけど、その方が突然ですよ、本当に突然思いつきで、ユッケさんの本名ってユッケフォン・ブラウンバッハだったっけって言い出したんですよ。いきなりね、いきなりですよ、突然言い出したの。それがなんかすごく面白くて、しかもユッケフォン・ブラウンバッハってどっから出てきたんだと、なんかちょっとかっこよくねっていう話になって、ちょっと盛り上がって、それで、いや僕なんかじゃあ別のゲームとかやるときにその名前使っていいですかって言ったら、いいよいいよ、全然使ってって言うんで、であの YouTube とかブログとかもしなんかね、そういうサイトとかを立ち上げるときに管理人の名前とかさ、そういう僕の名前をとにかくもうユッケフォン・ブラウンバッハって書いていいですかって言ったら、全然使ってって言うから、それ本当に使ってるっていう。でまああの YouTube 僕が登録した時どうだったっけな、ちょっと忘れたんですけど、あの今って YouTube の名前変えれるんですよ。1ヶ月に何回みたいな制限はあるのかな、ちょっとわかんないですけど、前はあの人生で1回しか変えれませんって説明だったんです、僕がその名前変えた時っていうのは。でその時もあの名字と名前っていう風にしか分かれてなくて、それで僕ユッケ・ブラウンバッハっていう風にしたんですよ。でその後また変えれるっていうのが知って、ユッケ・ブラウンバッハでカッコしてアルファベットでユッケ・ブラウンバッハっていう風に、なんかよくやるじゃないですかこれ、あの YouTube やってる方って。だからまあその形にしてから今に至るっていうまあ感じなんですけど、であの結構ねこれひらがななんですかカタカナなんですかって聞かれることもあるんですけど、あの正確にそのフレンドさんがあのチャットで打ってくれたのを正確に再現すると、ユッケがひらがな、ユッケはひらがなで、ブラウンバッハはカタカナ、これが正確な、これが本物、これが本物ね、ユッケはひらがなで、ブラウンバッハはカタカナ、これが正式な書き方書き方ってちょっとわかんないけど、なんでかっていうと、ユッケっていうのは僕いろんなゲームでユッケって名前使うんですよ。ユッケとかユーマとかユメとかそういう名前をよくつけるんですけど、なんでって言ったらリアルで僕が呼ばれてるから、それだけの理由。ね、そこまで言ったらなんか名前大体想像つきそうですけど、まあ、ユッケとかユーマとかユメっていうのね、ユーマってあれですよ、未確認生物じゃないですからね、未確認生物ではないですから、そこはお間違いないようにお願いします。結構ね僕グランツーリスモとかやってた時、ユーマってすごい呼ばれてて、はい。でまあ、どうしようもなくて、まあ、そのままハンドルネームにしちゃったっていうのがあるんで、本名じゃないですよユーマっていうのは、かすってますけど、まあ、でもいいよ忘れて、それは。まあ、なのでそういう名前でやってて、その時はユッケっていう名前でやってたんですよ。そしたらその、まあ、ユッケはねひらがなでユッケって名前だったんで、まあ、ひらがなじゃないですか。でブラウンバッハ、そのフォン・ブラウンバッハっていうのはその人が考えてカタカナで打ち込んだからカタカナっていう、本当それだけ、そのフレンドさんが思いついたっていう。なのでユッケひらがな、フォン・ブラウンバッハっていうのはカタカナっていう、で真ん中のフォンだけ取ってユッケ・ブラウンバッハっていう、そういう形でございます。はい。だから、はい、ユッケって生肉みたいな感じですけど、それは実際、まあ、生肉っちゃ生肉ですよね、人間だから。なんですけど別に生肉そんな好きじゃないっていう、結構生物ちょっと苦手な人なので、別にその何ユッケが好きだからユッケっていう名前をつけたわけではないっていう、そういう感じでございます。はい。簡単に言ったら リアルでそう呼ばれてるものの中からいろいろ使ってるっていうね、ぶっちゃけて言っちゃうとそういう感じです。はい、はい。でも意外と本当は10分ぐらいでやめようと思ったんですけど、ちょっと意外と長くなってしまったんですけど、最後に、まあ、動画のあれです、僕画面を切り替える時とかにパチュンってこうやったりするんですけど、いろいろねナウローディングとか入れてみたりとか、そのパターンが実はいくつかあって、まだ動画の中で使ってないものもあるんですけど、まあせっかく3000人の、まあ、記念になるのかどうかもちょっとわかんないですけど、それをちょっといくつかだけくっつけとこうかなと思います。パシュンっていうのは僕ね、なんでかわかんない、こう瞬きをイメージしてこれ上下にパシュってなるようにしたんですけど、はい。じゃあ3回ぐらいパシュパシュパシュって入れときますね。はい、これですで、この時の画像を実はついこの前からこっそり変えてるんですけど、これ3000人記念ですっていうことでフレンドさんが書いていただきました。でこのフレンドさん動画がきっかけで知り合ってリアルでも会った方です。そういう出会いもねあるっていう、また不思議なご縁というか、本当にありがたい限りだなって思います。はい、本当にありがたいですね、こういうのは。なかなか本人目の前にしてね、こっぱずかしくて言えないですけど。あとこれエッタちゃん、これね人形なんてあるんですね、エッタちゃんのぬいぐるみ。
これあの死者の宮殿迷宮ちょっと忘れましたけど、今ある方のディープダンジョン、新しい方じゃなくて今ある方のディープダンジョンでね、なんかあの G3 だかの箱からこう出るらしいんですけど、僕があの墓場ガチャって言ってるやつですね。墓場ガチャの G3 からなんか出るらしいです。これもらうまで存在知らなくて、これいただいたんですよ。いただいて、で、なんだこれと思って。で、調べたら G3 から出てくるっていう。ねえ、こんなのあったんすね。夜な夜な動き出すっていう。いや、動かないですよ。動かないですけど、僕の妄想の中では夜な夜な動き出して、体はどこじゃーみたいな。アビールの体はどこじゃーみたいな。そんなイメージをなんとなく僕は勝手にしてたんですけど。はい、でこれをもらった方っていうのも、動画がきっかけで知り合って、リアルでもお会いさせていただいたっていう。ね、本当ありがとうございます。本当になんかもう、なんていうか、ありがとうございます以外、なんかね、気の利いた言葉が言えないっていう感じで。まあ、このアイスとかはね、アイスとかおにぎりとかは、なんか筋肉さん食いそうだなと思って、ね、こうなんか台本っぽいじゃん、ここ。台本の上にこいつアイス置いちゃうみたいな。おにぎり置いちゃうみたいな。で、ちょっと手を伸ばせば団子も食えるみたいな。なんか、そういう感じじゃないですか、筋肉さんって。ね、あ、グラさんこれ青くしたまんまだ。まあそれはいいとして、はい、であと招きカーバンクル、これ嫁さんからもらいました。なんかチャンネル登録者を招いてくるみたいな、さあ来いさあ来いみたいな、そういうイメージなんですかね。はい、なんかね、招きカーバンクル、なんかちょっとこれカーバンクルの顔がちょっと違う気がしなくもないんですけどね、カーバンクル、意外と僕カーバンクル好きなんで、まあ、こんな感じで置いております。でこれプリンとかもね、もらったやつです。これは面白いよな。これほんといいよ、これ。これね、ちょっと真ん中にドーンって置きたかったんですけど、意外とでかくてね、なんかこう、ちょっとこんもりするんですよね。なので、しょうがなくちょっとこっちに置いてるんですけど、ちょっといろいろ配置をまた変えようかなと思っております。まあ、ただここはいつも通りあれです。メインキャラのお家です。ね、ここ一部分だけちょっとタイル貼ってみたみたいな。まあ、そんな感じなんですけど、いつも通りの場所でございます。ね、意外と何年かで変わったというか、ごちゃごちゃになったというか、なんて言ったらいいんだろう。まあそんな感じでございますけども、はい、まあそういう感じで、そう、画面切り替えのあれですよね、あれ。まあ、このユッケブランバッハっていうヒルディブラント風のやつも、まあちょっととある方に書いていただいて、めっちゃ大歓喜っていうね、これ使っていいっすかっつって、もう許可もらって、ちょこちょこいろんなところで使わせていただいてたりとか。で、あと、ナウローディングっていう時の、一部分だけこうね、なんかスクショでこう出てくるんですけど、まあ今何個かね、貼っとくんですけど、実はパターンがいくつかあって、まあ今後動画で使おうかなと思ってたり、今までに動画で実はこっそりこんなパターンあったんですよみたいな感じで、まあいくつかのパターンがあるんですけど、まあこんなのもね、隙間時間に作ってたりとか、まあこういうのが好きなおじさんなので、はい、またなんかネタがあれば徐々に増やしていこうかなと思ってますので、まあそんな地味に細かいところなんですけど、まあね、お付き合いいただける方の中でそういうところを楽しんでいただける方がいればいいなという感じで、ちびちびこっそりいろんなところやってたりしますっていう、まあそんなね、すごい長い話になっちゃいましたけど、はい、まあざっくり言うと、本当に3000名の方々ありがとうございました。で、いつもコメントくれる方、本当にいつもありがとうございます。で、質問コーナーやってみようかなと思いますっていう、そんな感じでございます。まあ、動画関連のことでも全然本当にいいので、なんかコメントをいただければと思います。はいはい、まあまあさすがにちょっと長くなっちゃったんで、そろそろ締めくくろうかなと思うんですけど、本当に最近時間が取れなくてゲームも全然できてないんですけど、まあちょいちょい嫁さんが動画のやつね、協力してくださってて、まあサブキャラがちょうどいたので、まあ筋肉さんとなんか動画撮るかいみたいな、まあ、僕がなんか日常な感じのゆるい動画が本当はやりたくて、なのでまあ嫁さんに協力してもらって、まあちょこちょこゆるい嫁と何かやるシリーズみたいな感じで、まあちょっとやってたんですけど、まさかね、嫁さんのサブのララフェルにね、あれサブキャラなんですけど、もう全然越されちゃったんで、まあちょっとね、頑張って追いつこうかなとも思ってはいるんですけど、まあもしかしたら今後嫁さんとかね、まあ誰かわかんない、もしかしたらフレンドさんね、いいよって言ってくれる方いたら、ちょっとこう一緒になって動画出てもらって、本当にゆるい感じ、なんかこう攻略とかじゃなくて、もうなんだ、本当全然ガチのガの字もないみたいな、ガチの G の字もないみたいな、そんな本当ゆるいものができたらなという感じなんですけど、まあわかんない、それがね求められてるかどうかわかんないですけど、
なんか僕の中で本当にこう日常の一部分みたいな本当にゆるいのがね好きなんですよ。なのでまあそういうのが今後もしかしたら増えてくるかもわかんないんですけど、おっさんの一人旅も結構ね、おっさんの一人旅コメント欄で非常に応援の声が多いので、今後もちょっとペースは落ちるとは思うんですけど、逆にペース速くなるのかな、メインキャラを最近全然触ってないので、はい、なのでまああっちの方も徐々に進めていけたらなっていう、本当になんか僕が勝手に楽しんでる動画をね撮って勝手にシェアしてるっていうそんなイメージなので、皆さんの本当に時間のある時にもう暇で暇でしょうがない、やることなんか何もない、あしょうがねえなおっさんの動画でも見るかみたいな、本当そんな感じで全然いいと思うので、またお付き合いいただけたらありがたいなと思っております。というわけで長くなっちゃいましたけどこの辺で終わろうと思います。はい、本当に画面大して動かなかったですけど、おっさん放送局でございました。ほいでは、したっけね、パンツ。最終的にやっぱパンツなんだね、この人ね。